社長は初日から20分の使用となり50秒し、先週は7日前にと話していましたが、当日は土日連勝で勢いに乗りました。去年以降も安定した走りで大会なく社長をまとめ6位で予選を通過。3本制で戦いとなった昨日の準優勝戦、1周目バックストレッチでは4番手から一つ果敢な追い上げを見せまして、右手の勝利でこれが自身6本目の優勝となりました。おめでとう、初優勝おめでとう、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 最高です、おめでとう。一日一日は登場と話しておりましたが、一日まず日本から差し抜けまして、見事優勝を飾っております。東京支部122期生デビューから6年、これから最後の日となりまして、最高の初優勝です。おめでとう、最高です、おめでとう、おめでとう。時刻は6月16日から琵琶湖の水 1.4A 観戦となっておりますが、来月7月からの来季適用勝率は自己最高の 5.58 でエース復帰を決めている田中選手、どうぞ皆様今後の活躍にも注目です。最後には名水がスポーツが出ました田中選手、ファンの皆様に大きく手を振り笑顔で応えております。コートレースながら7代目江戸川番長決定戦、優勝は北村翔平選手でした。ファンの皆様、最後までたくさんのご声援いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。久永君が勝ちました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。